ライブ終了後約25分で行動開始しました。ライブさん、おお、麦ちゃん、こんなんライブ中に2人でやってくれたらよかった。ライブで使用した海台です。大ちゃんどっか行ってもらった大ちゃんフェードアウト。大ちゃん向こうの部屋異常なかったか。寝ると寝起きの見あるそうです。また寝るんかい。うん、ゴロゴロかい。大ちゃんのあのお手ってグラグラなんやろな。なんかしてくれるよ大ちゃん。なんか期待に応えてくれるで。ないから。ここは頑張りたい。なんかやってくれる。チキチータチキチキチチキチータチキチキチ。知らん。チキチータ知ってるけどそんなんちゃうわチキチータチキチキチチキチータチキチキチ。よいしょよいしょ。並んだ。9対9。こっからですね。急に小麦が大豆に襲いかかりました。うわぁ、こんな。小麦ちゃん何怒ってんの。すごいですね。大豆あっきり捉えてる、うん、なんで僕なんかしたか。何もしてないけど、小麦ちゃんが急に襲いかかってきた。昨日のこと思い出した。じゃあね、小麦ちゃんが一人遊びしようと向こうに行ったのは、ダンスの中に行ったから。邪魔はしてないんだけど、一人でこっそり遊ぼうとしとった、うん、いいね。小麦ちゃん一人で遊びたかったな。小麦です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃ。また見てにゃ。ほなにゃ。